世界最強タッグ決定リング戦公式戦45分日本勝負、お聞きいただいておりますブルーアイドソウル、このテーマミュージックはビル・ロビンソン、そしてワイド・アンガス組、ヨーロッパ最強コンビが今花道をかき分けて登場してくるところであります。いつものようにパープルカラーを身につけてのビル・ロビンソン、そして後ろからゆっくりとワイド・アンガスがリングに登場してまいりました。今日の相手はアブドラザ・ブッチャー、そしてキラー・トーア・カマタ、反則コンビを迎えております。秋田県立体育館であります。さあその2人は一体どこからリングに登場してくるでしょうか。アブドラザ・ブッチャーのテーマミュージック、低くベースの音が流れております。ブッチャーが鎌田を従えて一体どこからその黒い巨体をリングに登場させるでしょうか。まだ姿は見えません。何か異様なムードが漂っております超満員の秋田県立体育館であります。リング上は1回2回と軽く体を動かしております。闘志満々ビル・ロビンソン。ザ・シークが蔵前でのファンクスとの一戦、左の腕を痛められまして急遽このハワイからやってまいりましたのがキラー・トーア・カマタ、ブッチャーのパートナーを相務めます。さあどうやらブッチャーの姿が花道に現れました。今日は黒いベールはつけていません。すぐ戦闘態勢に入れるように早くも右の腕には厚く絆創膏が貼られております。そしてキラー・トーア・カマタもリングに登場してまいりました。世界最強タッグ決定リング戦公式戦試合の前に日本テレビから両チーム並びにレフリーに花束が送られました。ざわめいています秋田県立体育館、何やら血の匂いがしてくるようなそんなムードであります。落ち着いていますアブドラザ・ブッチャー、キラー・トーア・カマタの背中も見えます。仕掛けましたのがビル・ロビンソン、そしてワイルド・アンガス組であります。さあ両チームの紹介がこれから行われます。流血大王、急遽ブッチャーのパートナーを務めますキラー・トーア・カマタ、黒い恐怖でありますアブドラザ・ブッチャー、血の匂いがします。パワフルな攻撃を前面に出してきますワイルド・アンガス、そしてもちろんおなじみの人間風車の元祖ビル・ロビンソンが紹介されました。78年世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦を迎えております。秋田県立体育館のリング上、ブッチャーがですね急遽このシークのピンチヒッターとしてキラー・トーア・カマタをハワイから呼び寄せた、その辺ですねシークのダメージが3週間、カマタとのコンビネーション前のシリーズジャイアントシリーズでは1回見せてくれたんですけれども、どうでしょうかね、こういった得点争いのリング上では。そうですね、やはりどうしてもインスタントコンビということになってしまうんで、ところどころギクシャクするところはあるでしょうけれどもね、はい、問題はね両方とも同じようなタイプのラフファイターだというところだろうと思いますね、ですからこの歯車がうまく噛み合うと大変な爆発力になるけれども、歯車に狂いを生じた場合の懸念が多少残るとなるほどね、ということですね。一方のビル・ロビンソンがパートナーとしてヨーロッパから選び抜いてきましたのがこの白い体ワイルド・アンガス、ヨーロッパ一のこのラフファイターということなんで、ビル・ロビンソンがこの史上最悪のコンビブッチャー飼育用に連れてきたということになってますよね。そうですね、このアンガスからビル・ロビンソンにタッチされました。あと左の膝を指差しまして、なるほど、 PWF 絡みでこのブッチャー、ビル・ロビンソン、鎌田3人とも一度はこの PWF のベルトを胴に巻いたことのあるそういった因縁を含んでの今日の公式戦ですよね。そうです、そうです。ジャイアント側から取ったのはトーア・カマタ、その後はカマタからロビンソンが取り、そしてロビンソンから現在ブッチャーが取ってるわけですよね。そうですよね、くしくもそういう因縁があるわけです。振り返ってみますとこのトーア・カマタが秋田県立体育館、秋田市立体育館6月1日馬場を破りまして第2代目のチャンピオン、そしてこのトーア・カマタを6月12日今度は
一宮でビル・ロビンソンを破りまして第3代目、そしてビル・ロビンソンをブッチャーが10月18日宇都宮で破りまして第4代目のチャンピオンに輝いています、アブダダ・ブッチャー。そういった意味でリング上は第2代、第3代、第4代と BWF のベルトをめぐっての因縁の3人が顔を合わせることになったわけであります。戻す気を見せます。このキラー東若又はジャンピングトーキックといったような必殺技がありますのでね、そうです、その辺は気をつけたい。速い動きであります。エルボースマッシュ、エルボースマッシュを見せてビル・ロビンソンがすごいエキサイトですね。この人の得意の速攻ですかね、はい、いつに切れ味がいいですね。サイドのヘッドロック絞るような体勢からブッチャーにタッチであります。右手はもうぐるぐるに巻かれました白い絆創膏。自らビル・ロビンソンは拍手をしてブッチャーを迎えました、まあ、それだけあの左の膝を痛められました。 BWF タイトルマッチ宇都宮での一戦、レフリーストップがかかりました、まあ、ああいったその自分のですね恨み、そういったものを今日のリング上で晴らしたいというふうに言ってますよね。そうです、大変にあのロビンソンというのはね、プライベートタイムではあのジェントルマンですけれども、はい、一旦リングの上に上がってエキサイトするとね、これまたすごいですからね、仕掛けますビル・ロビンソン、冷静にブッチャーが相手を見ています。早い東洋武術空手殺法を見せます。睨み合っています、両選手対角戦場。おっと、これはブッチャーのモノマネでしょうか。超満員のお客様がシーという声をかけました。ビル・ロビンソンの速い攻撃、まあ、完全に左の膝は完治しているというふうに言っていますビル・ロビンソン。今日はどこまでブッチャー、そしてこの東亜蒲田を追い詰めることができるかどうか、うん、ヨーロッパ最強コンビの方はビル・ロビンソンがもう一人で俺がやるというふうに意気込んでますね。そうですね、はい、目の前にねブッチャーがいるんでね、どうしてもエキサイトしてしまいますよね。しかしアブドラダ・ブッチャーの方は冷静にビル・ロビンソンに挑んでいます。横蹴りを見せます、空手の技。今年は PWF のベルトを巡りまして本当にベルトが3回も大山が動きました。あと左の膝を打ちつけます、左の膝を打ちつけます。お返しです、ジャイアントシリーズでのお返し。そしてまた先です。まあ、ブッチャーみたいにですね体重がもう150キロぐらいある選手にこういった足攻撃は非常にいいですね。ぐわっと絞り上げています。大きいですよこれは、首の付け根を利用しての攻撃。東亜蒲田が中を伺った。しかしレフリーの上樋口が気がつきました。ジャンプしてブッチャーの左の膝、後ろからそして前の方からと打ちつけています。あっと規制を早くも発しましたアブダダ・ブッチャー。鎌田が中に入ったがロビンソンのパンチ攻撃、鎌田が吹っ飛びました。非常にビル・ロビンソンが速いフットワーク、いい攻撃内容を見せております。ワイドアンガスもやりますね。いや、 やはり、ね、同じ場所を、ね、攻めた方がいいですね、はい、顔面もう真っ赤でありますワイドアンガス。パワフルな攻撃がブッチャーを仕留めております。これは変形の4の字のようですね。うん、そうですね、右の足をくの字型にしまして左の足を引っ張り上げます。ワイドアンガス長身を利しての攻撃、アブドラダ・ブッチャーが何やら、これは中近との言葉でしょうか、わからないような言葉を言っておりますが、足への攻撃、ヨーロッパ最強コンビ、いい内容を見せてブッチャーに挑んでおります。顔面苦痛の表情、そして額は度重なる出血でもうギザギザであります。アブドラダ・ブッチャー、まだ4選手1人として出血は見られません。レッグブリーカーに行きますが、なかなか大きなブッチャーそう簡単には入りません。ストンピング、ストンピング、ストンピング、速い攻撃、ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンの攻撃です。鎌田が入った、
しかし鎌田にパンチです。鎌田がちょっとエプロンに引っかかりました。どうですか、ヨーロッパ最強コンビ、なかなかいいですね。そうですね、今のところね、あの歯車が合ってますね。はい、しかしやはりあのロビンソンの独壇場ですね。なるほどね。今日赤又ブッチャー、この2人に対するビル・ロビンソンの怨念と言いましょうか、非常に闘志を燃やす要因は過去度重なる出血戦、あるいは因縁の PWF の一戦、そういったものでビル・ロビンソンの心の中は本当に燃えています。静かなブッチャーコールとでも申しましょうか、ブッチャーのシーッというようなコールが続いています。サードロープを利用してヘッドバット、まあ、相手がですね、ブッチャーも深追いしないですね、はい、自分のコンディションというのも実にうまく考えてますね。さあ、トゥープラトンの2人がかりの攻撃、ロープに飛ばして、あと、トゥープラトンの喉突きへの攻撃、喉元への攻撃、喉突き攻撃であります。こういったですね、東亜鎌田とブッチャーのコンビネーションが今みたいに合いますと、ちょっとヨーロッパチームとしてはこれは危ないですよね。苦しいですね。うまく自分たちの持ってる力を、ね、合わせると怖いですよ。キラー東亜鎌田にタッチされております。ビル・ロビンソンがサードロープからエプロンのところに伸びておりますが、そのビル・ロビンソンの首のあたり、首の根っこをサードロープにくっつけての攻撃。今日は鎌田、まだこの人のジャンピングトーキックは出ておりませんが、ここでタッチ、早いタッチであります。静かな鎌田とブッチャーのコンビ、今のところシークのパートナーシークの代役をうまくこの鎌田が発揮しております。ワイドアンガスが中に入ろうとしましたが、ジョー樋口が気がつきました。なんとかこの2人がかりの攻撃をビル・ロビンソンが食わないようにしなければなりませんね。そうです、そうです。ですから敵のコーナーでの戦いに注意しなくていいです。完全にその今敵のコーナーに捕まっています。喉元への攻撃から狂気シューズの蹴りを受けていますビル・ロビンソン。サードロープに足をかけたが払いのけました。あと、またもや宇都宮での PWF の一戦で痛めました左の膝に、レフリーストップがかかった左の膝に狂気シューズのトーキック、ブッチャーの攻撃であります。いけいけと東亜鎌田もやってまいります。あと、一旦痛めた膝、まあ、完治したとはいえ、またもや集中的に攻撃を受けますとこれは危ないですよね。そうです、非常に危険な場所ですから、ね、はい、爆弾を抱えていますビル・ロビンソン。フローに行きましたね。その膝の後ろ側に絆創膏でぎっちりと巻いた東亜鎌田のフロー攻撃、残った右足で払いのけた。しかし左足がどうか、ダメージがどうかどうか、ビル・ロビンソンも足を取っている。そしてブッチャーの横蹴り、そばっとを見せます。速いタッチワークを誇りますブッチャー鎌田。そしてそのままボストンクラブでしょうか、いやいや、まだ痛め足りないという感じで左の足元付け根に攻撃を加えています。ブッチャー非常に、まあ、ブッチャーとしてはクリーンな攻撃とでも言いましょうか。そうですね、集中攻撃はなかなかいいですよね。うまい足攻めですね。まあ、本当にうまいという言葉がぴったりいたします。あっと、まともやクロー攻撃、まあ、ブッチャーそして鎌田両選手ともですね、指先に絆創膏をガチガチに巻いている、この絆創膏がクロー攻撃には効果を発揮しますね。そうです、そういった場合の用意でしょうね。なかなか考えてきていますブッチャーそして鎌田組。さあ、そのままツイストしてネクシザーズから鎌田を投げました。タッチです。やっとタッチしましたヨーロッパ最強コンビ、ワイルドアンガースがブッチャー用のパートナーの役目を発揮することができるかどうか。あっと、ブルンブルンと回転するようなエルボースマッシュ、さすがのビル・ロビンソンもそのまま3連発でダウン。やります、ワイドアンガスであります。まあ、ヨーロッパ最強のラファイターとしてはですね、まあ、ブッチャーあるいは鎌田にいいところを見せつけたいですよね。そうですね、はい、なかなか巨体をうまく使ってますね。カウンターの攻撃、エルボーの攻撃が冴えていますワイルドアンガス。
しかしあの攻撃仕掛けるそのタイミング時間がかかるんですよね。ちょっと遅いですね。遅いという感じがしますけれどもね、はい、今のところパワフルな面が功を奏しております。あの攻撃の仕方は遅いんですけども、はい、一発決まった時の威力はなかなかありますね。なるほどね、はい、190センチそして130キロ、まあ、ブッチャーと比べても体格面では勝るとも劣りません。そのままどうでしょうか、ブラインドですがチョーク攻撃、長い髪の毛を使っているかもしれませんね。あの膝、そして右足落としてますね、はい、膝をうまくあのニーバットですね、膝の内側を使ってのニーバットを見せています。なかなか小技も発揮しますワイルドアンガス。あっと額が割れたようですね。あのニーバットでちょっとブラインドで放送席の方からちょっと見えませんが、あっと割れました。4人の中で早くも出血したのがアブザルザ・ブッチャーであります。その出血したあたりに右足を持っていきますワイドアンガス。ワイルドという言葉がぴったりするような今日のリング上、早くもブッチャーの額が真っ赤な鮮血で彩られております。しかしブッチャーは出血をすると非常に強いところを見せます。右手の絆創膏を使った指先の喉元への攻撃、まあ、そういえばですね宇都宮でのロビンソンとの PWF のタイトルマッチ、チャレンジャーのこのブッチャーが出血してから冷静に試合を運びましたからね。そうですね、両サイドからのヘッドバット、ダブルヘッドバットです。東亜蒲田の喉元への攻撃、喉元への攻撃集中的に見せつけていますが、ジャンピングトーキック喉元に入ります。反則スレスレの攻撃、上からもう叩き落とすようにと喉元への攻撃からクロー攻撃、あーっとこれはブッチャー鎌田組のコンビネーションが非常にいい。ワイドアンガスが捕まっています。やはりねこうなってくるとスピードの差というのはねかなり出てきますね。なるほどね、まあ巨体とはいえブッチャーそして鎌田ともスピードがありますからね、はい、動きがシャープですね。その点今一つ巨漢のこのワイルドアンガス動きの方に今一つスピード感がありませんが、なんとか待ち構えているビル・ロビンソンとタッチをしたい。78年世界最強タッグ公式戦秋田県立体育館のリング上であります。クロー攻撃が続いている。あーっとビル・ロビンソンもなんとかタッチしたいというそんな表情。まあ、シークに変わりましたこの鎌田もですね、まあ、シーク以上の働きも見せていますよね。そうですね、あのまた違った味でですね、良さを持ってますからね、クロー攻撃を見せつけています。その東亜鎌田の左の腕を怪力で払いのけますか。さあどうか、ワイドアンガスコーナーでは1回転いたしましてビル・ロビンソンがタッチしやすい体勢に変わりました。そのまま右の絆創膏のはまっている指先も取りました。両腕を掴んだ、怪力に物を言わせますワイルドアンガス。あーっとしかし腰のあたりに胸元にそして喉元へと度重なるトーキック、そしてチョーク攻撃を見せますキラー東亜蒲田。あっとレフリーの上樋口はチョークだというふうにカウントを数えてますね。そうですね、地獄好きは構わないんですけど、ついた後の掴みですね。なるほど、そしてブッチャーへタッチ、いい体勢です。非常に連携が良くなりましたね、はい、喉元への喉への突き、中国武術を見せつけています。そしてサードロープとセカンドロープ、そしてトップロープまで巨体を後ろに下げました。このワイルドアンガスに攻撃を打ち続けています。チョークです、これまたチョーク攻撃、これは完全チョークですね、はい、後ろから東亜鎌田も行きますね。東亜鎌田も行きます。完全にワイドアンガスが捕まっていますが、ビル・ロビンソンが助っ人に行く、ビル・ロビンソンが助っ人に行く、そしてそのままエプロンに東亜キラー東亜鎌田を持っていくが、しかしサードロープに捕まっているのがワイルドアンガス。あと目つぶしですね、目つぶしを見せました。目つぶしを見せましたビル・ロビンソン。しかしワイバンガスかなり長時間一人で攻撃を受けています。この辺どの程度ダメージが濃くなっているでしょうか。あーっとちょっと足元がフラフラしています。あ
見せました。正面からのヘッドバット、そして距離を測ってエルボーだ。おなじみのパチンという音、エルボーを見せた。あ、不十分。なかなかまだまだワイルドアンガスもパワーに物を言わせます。そしてタッチをしておいて東亜鎌田の登場です。ちょっとワイルドアンガス早くビル・ロビンソンにタッチしたいですね。危ないですね、喉への攻撃が長い。顔面はもう真っ赤であります。ワイルドアンガススリーパーホールドを見せます。キラー東亜鎌田、やはりねこれだけ重量感のある連中にね、はい、もう畳み込むような攻撃を受けてはたまりませんね。やはりその大きいパワフルな攻撃が売り物のワイルドアンガスですけれども、まあ、一方的に攻撃を受けますとかえってその巨体が邪魔をするというようなこともありますね。当然そうなってきますね。残った右手で脳天にパンチだ。額のあたりにパンチ、そしてタッチだ。あった、あ、手が伸びない。もう少しというところですが、キラーと若又が早く体を入れ替えました。ワイルドアンガスが捕まっています。ビル・ロビンソンがセカンドロープからなんとか攻撃を仕掛けたい。さあどうかどうか。ワイルドアンガスがコーナーを間違えている。あっと、これは挑発が技を愛してコーナーを間違えています。あっと、タッチですね。タッチをしましたか。タッチをしました。ビル・ロビンソンにタッチ、そしてトーカマサを飛ばしてカウンターのエルボー、膝を落とした。2パット、カウントはどうか。ブッチャーが中に入った。そのブッチャーエルボーだ。あー、ビル・ロビンソンももう相手をですね、ブッチャー、東亜鎌田、2人いつでも来いというふうにやってますね。そうですね。勝負よりも2人への執念が燃えております。ショルダーネックブリーカー、肩に乗せた。そして膝を落とします。ニードロップ、カバーに来たぞ。狂気シューズの攻撃を左手で払いのけた。やります。ビル・ロビンソンの独壇場、ビル・ロビンソンやります。ブッチャーへの執念、そして東亜鎌田にワイドアンガス。あとお客様から見たんでしょうか、いろんなものが投げられていますが、それはいけません、これはいけません。ブッチャーを追ってビル・ロビンソンはロープの外。おっと、放送席にもいろんなものが飛んできますが、これは危ない。そして鎌田はワイドアンガスと放送席に入っていく。本部席にブッチャー、そしてビル・ロビンソン、硬い机の上にビル・ロビンソンの機体を持っていきます。4選手がリングを後にしています。これはいけません。78年世界最強タッグ決定リーグ戦、いろんなものが飛んでくるが、これは危ない。秋田の皆さん、ちょっとエキサイトをしないでほしいという気がいたしますが、あった、ワイドアンガスが飛んでまいりました。私のマイクロフォンを取って狂気に使おうとする東亜鎌田。そして本部席の方にはブッチャーとビル・ロビンソン、4選手が完全にリングを後にして戦っている。これはリングアウトということになりますと、得点は上げることができません。得点を上げることができませんが、ゴングが乱打されています。超満員の秋田県立体育館、花道を割ってずっと客席の一番後ろまで行っているのがキラー東亜鎌田、そしてワイドアンガス。一方の本部席の目の前でやっています。これはブッチャーとビル・ロビンソン、 BWF の因縁が絡んでいます。 BWF の因縁が絡んでいます。第3代目のチャンピオンと第4代目のチャンピオンが争っている。超満員のお客様を割って一番後ろ、最高列の壁のあたりまで行っていますが、一方のワイドアンガスとキラー東亜鎌田が今また青い鉄柱に持っていく、青い鉄柱に持っていきます。キラー東亜鎌田の額も割れました。リングはご覧のように誰一人いません、誰一人いません。4選手ともお客様の後ろの方まで割って入りました。ビル・ロビンソンが今戻りました、今戻りました、今戻りました。ビル・ロビンソン、ブッチャーを壁に突き当ててきたようでありますが、ワイドアンガスも今戻った。ブッチャーと鎌田の姿が見えない、ブッチャーと鎌田の姿が見えない。ブッチャー、そして鎌田の姿が見えないということなんですけれども、あれだけ長時間リングを後にしてリング外での乱闘、リングアウトということになりますと得点を上げることができない痛い一戦ですね。そうですね、はい、両チームリングアウトならば無得点、はい、両チームにとっては負けと一緒ですね。なるほどね。
今満員のお客様最前列の人たちがずっとこのビル・ロビンソン、ワイルド・アンガス組が握手を求めていますけれども、どうやら得点を上げることができなかったようであります。公式戦78年世界最強タッグ決定リング戦、ブッチャーは鎌田を従えてのこのビル・ロビンソン、ワイド・アンガスとの45分一本勝負ですが、やはり因縁が因縁を呼んで、なんとか得点を上げたいところでありましたけれども、上げることができませんでした。痛い星を落としたというふうに言っても過言でありませんね。そうですね。公式戦秋田県立体育館、ヨーロッパ最強コンビブッチャー鎌田組も得点を上げることができませんでした。